退場の舞台裏に迫る。平野紫耀の星座が語る、少子パワーの影響。キング・リンチェのメンバーとして成功を収めジャニーズ事務所を退所することを発表した平野紫耀さんはーさん。その決断には、一体どのような思いや背景があるのでしょうか今回は、占い師の三田モニカさんによる星座占いをもとに、平野紫耀さんの内面に迫ります。 星座が示す、星パワーが彼の未来にどのような影響を与えるのかご紹介いたします。1、星々の角度から見る平野潮の個性。平野潮さんのホロスコープを分析すると、驚くべきことに星同士の角度が非常に多いことが浮かび上がります。 通常、特定の角度を形成していない星が多いことが一般的ですが、ヒラノさんの場合、水星以外の全ての星が他の星と角度を形成しています。中でも注目すべきは、情熱や勇気、戦いを象徴する非星の角度形成です。これは、ヒラノさんを理解する上で非常に重要な要素となります。では、どのような角度が見られるのでしょうか 太陽と非星が形成する120度の角度は、西洋占星術において非常に強力な組み合わせとされています。太陽は最も強力なエネルギーを持つ星であり、そのエネルギーが非星と協力し、良い方向へ導くとされています。同様に、木星や天皇星とも120度の角度を形成しており、 幸運や拡大、膨張をもたらす星々が結びついています。このパターンは制約のない独自の世界で活動する傾向があり、起業家やフリーランスとして成功する人々に共通するものでもあります。しかし、感情や好みを象徴する月と非星の角度は0度。 これはお互いの性質を強調し合うもので、平野さんの感情やライフスタイルにおいても特に強い影響があることを示唆しています。一方で、土星との角度は180度となっており、制約やプレッシャーを与え合う状態を表しています。これらの要素が平野さんの表紙パワーに影響を与え、脱退の決断を後押しした可能性が考えられます。2。 未来への展望、平野耀の新たな始め符。平野耀さんが脱退を選んだ背景には、これまでの成功や経験だけでなく、彼の内面に宿る表紙パワーが大きく影響しているようです。では、これからの平野さんには、どのような未来が待っているのでしょうか占い師の三田モニカさんによれば、平野さんの未来には、ソロ活動、という明確なビジョンが浮かんでいるとのこと。 これは制約のない世界で自由にエネルギッシュに活動するイメージです。彼の持つ非星パワーが新たな挑戦や冒険を求める姿勢を後押ししていると言えるでしょう。ソロ活動だけでなく幅広いビジネス展開も視野に入れている可能性があります。平野さんの才能やポテンシャルは単なる芸能活動にとどまらず多岐にわたる分野で成功を収める可能性があります。 彼の活動の幅がこれまで以上に広がることで、ファンや支持者はますます期待を寄せることでしょう。3. 結論、支持パワーが導く平野潮の新たな始め。平野潮さんの脱退には、単なる事務所の変更だけでなく、彼の内面に秘められた支持パワーが大きな影響を与えているようです。 星座の角度や配置から読み解くと、彼はこれまでの成功を超え、新たな挑戦に向かって歩み出すことが予測されます。太陽と火星、木星、天皇星といった強力な星々が協力し、幸運や拡大をもたらす状況が整っています。感情や好みを象徴する要素も強く、自らの内面と向き合いながら新たな一歩を踏み出すことでしょう。 平野志洋さんの未来は、ソロ活動や多岐にわたるビジネス展開など、多くの可能性が広がっています。ファンや支持者は、その新たな一歩を心待ちにしていることでしょう。彼の新たな冒険が、エンターテインメントの世界に新しい風を吹き込むことは間違いありません。参考文献。ミタモニカン。 ちょ、A 型人間の頭の中、B 型人間の頭の中、青心差し者客中。ミタモニカさんの占いはあくまで予測であり、実際の出来事とは異なる可能性があります。占い結果に基づく情報は、娯楽及び興味の対象として捉えるべきであり、真実性を保証するものではありません。